こんにちは、ユリーです。トンロワンを歩いていたら目の前をブルース・リーのトラムが。今まさにトラムに乗ろうとしていたのに間に合わない。そうだ、先回りをすればもしかしたら走っているところを見えるかも。ユリーです。マウスポイントにトラムを取りに来たら、ついにブルース・リーのトラムに出会えました。やったね。ということで、先回りが成功し、無事に実際に走っているところを見ることができました。そして運転手さんがいろいろと次の走行のために準備をしているところも撮ることができました。天井のイラストは昔のブルース・リーのお住まいのカオルントンの家の様子かもしれません。走っているブルース・リートラムは3台あって、トラム番号8番と80番と160番、生誕80周年を記念した番号のトラムになっています。そうだ、せっかくだから乗ればいいんだと思って急遽乗ることにしました。中はこんな感じ。外の声が賑やかで、私もブツブツつぶやきながら撮影していたのですが、声がかき消されてしまっていました。トラムは後ろから乗って、料金は後払いです。乗り心地は普通のトラムと一緒。ガタガタ言いながらゆっくりとしたスピードで街を走ります。です。降ります。$2.6オクトパスで支払います。以上、ブルース・リー・トラム、撮ってみた、乗ってみたでした。それでは、ハチギン、ユリーでした。